食料命令の時の松島松島松太郎は日本の労働運動家、政治家、日本共産党田中世紀細胞リーダー、中央大学専門部中隊で元日本銀行職員、1946年の販売獲得人民大会の際に掲示したプラカードの内容が不経済に問われたプラカード事件の被告として知られる。 東京市芝区高輪で職人の家庭に生まれる。1930年、高等小学校を卒業後、日本銀行に給仕として就職。労働の傍ら、大倉商業学校の定時制で学ぶ。在学中、小宮山良平と左翼グループを結成。1934年2月に検挙されたが、3月の卒業直前に釈放された。 1934年4月、試験に合格して公院に昇格し、水道局経理科に移動。同月、中央大学専門部法律学科に進学。しかし1935年から、肺結核で休職し、1939年まで、闘病生活を送る。この間、山田森太郎の日本資本主義分析屋野郎栄太郎らによる日本資本主義発達史講座などを読み、 社会科学を研究。中央大学は中退。1938年には日銀も給食の猶予期間満了により退職となる。1941年、東京市三田の田中世紀工業株式会社に総務課長扱いで入社。敗戦後、1945年11月に再建直後の日本共産党に入党。田中世紀に労働組合を結成して、 委員長に就任する。1946年5月19日の販売獲得人民大会で、表に、少書国体は、誤示されたぞ、賃は、たらふくくってるぞ、何時人民飢えて死ね、魚名魚事、裏に、働いても働いても、なぜ、私たちは飢えねばならぬか、天皇広ひと答えてくれと書かれたプラカードを掲げて、参加し、不敬罪で逮捕される。 九百四十六年十一月二日、東京地方裁判所でポツダム宣言を受諾し、幸福文書に調印した後においては、従来の天皇の特殊的地位は完全に変革し、その時以後これまで法的に認めが高かったところの天皇の個人性を認めるに至った結果、かかる天皇の一心に対する誹謗、不別などにわたる行為については不敬罪をもって、文義すべき限りでなく、 名誉に対する罪状を持って望むを相当とするとの理由で名誉毀損による懲役8ヶ月の実刑判決が下る。これに対し弁護側は名誉毀損罪が新国罪である点をつき、天皇の国訴なしになぜ名誉毀損罪が成立するのか、との理由で控訴。1947年6月28日、東京高等裁判所は不敬罪だが、 日本国憲法の交付に伴う大社例で免訴との判断を下す。最終的に1948年5月26日、最高裁判所で高訴権の消滅を理由に上告棄却となり免訴が確定した。最後の不経済事件となる。1950年以降は神奈川県川崎市に居住し、日本共産党の先住として活動。 1960年の安保闘争では、神奈川県民会議の代表幹事として、運動を指導。衆院選、参院選に立候補したが落選。1973年11月、日本共産党中央委員に就任するとともに、神奈川県委員長を兼任。後日本共産党中央党学校の主事を務めた。2001年8月9日、遺願で死去。 ありがとうございます。